カッパの手。雲仙の古湯の温泉神社の前に釈迦堂は、昔を忍ぶただ一つのお堂です。万明寺の建物は、このお堂あたりから、今白雲の池の入り口にある源泉沼あたりにまで広がっていました。源泉沼は初夏になると、紫、白などの柿つばたが美しく、中に生えている水苔、毛仙苔、サギ苔などは地球の沼沢時代の名残をとどめ、天然記念物にも指定されていますが、この沼あたりは万明寺の庭園になっていたところと言われています。さて、前にお話しした釈迦堂ですが、ここには黄金造りのお釈迦様の像が安置されていて、観光客が大勢お参りしていることはもとよりですが、その上の宝物館にカッパの手が収められていて話題となっています。このカッパの手については次のような言い伝えがあるのです。万明寺が盛んで高僧の石宝法院という偉い坊さんのおられた頃のことです。お山の中腹あたりにある今の諏訪の池に、その頃カッパの大将が住んでいました。手下のカッパどもを集めて、時々ここの湯の町に現れたり、また麓の小浜にまでも下って行って、女や子供にいたずらをし、果ては大の男の大切なものまで抜き取ったりするありさまでした。これは一大事、懲らしめねばならぬと思った石宝法院は、ある時諏訪の池へ下っていきました。そうして、カッパの神通力と法院の法力と視力を尽くして争うこと三昼夜、どうしても勝負がつきません。法院は思案した挙句、負けたと見せかけてどんどん山の方へ逃げ出しました。勝ちに乗ったカッパの大将は後をどんどん追いかけてきましたが、やがて地獄道に差し掛かる、もうもうと湧き上っている地獄の煙と熱気のため、頭の皿の中の肝心の水が蒸発して神通力を失ってしまいました。こうして法院はカッパの大将を退治しましたが、カッパの手はその時手だけをもぎ取って残しておいたものと言われています。上五島の有川の元大関家江口さんの家にも、家宝としてカッパの手が伝わっていました。